Hello. You are listening to After 5 English YouTube blog. Hi, thank you so much for coming back to After 5 English YouTube blog. My name is Kumiko. ちょっと前にガーナ大使館で働いてる事務次官の人と仲良くなって、その方のお家に遊びに行ったことがあるんですね。奥様もお嬢さんもすごく綺麗な方で、その事務次官の方もなんかこう若い頃に絶対ブイブイ言わせてたって、ブイブイって死後かなんかこう若干モーガン・フリーマンみたいな渋さもある人だったんですね。でその方にパッと一言言われたのが、 I like your face, you have a funny face って言われて、ファニーフェイスってどういうこっちゃいねと思って、5つ今に至ります。はい、まあ、全然関係ない話なんですけども、うん、そう、ファニーフェイスって言われたらどういうリアクションすればいいんですかね。おもろい顔、おもろい顔か。まあめったに顔についてコメントされることはないので、ありがたく受け止めました。 You have a funny face、 うん、どういうこっちゃって感じですね、いまだに。はい、ではいきます。今日は P と R が連なっている単語の発音のコツをいろいろ説明してみたいなと思います。 P は破裂します。 P, P R はこの YouTube ブログでも何度か解説させてもらってるんですけども、巻く必要はそんなないです。下の両側を上の奥歯にクッて当てるだけ。 R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  何も動いてないですよね。口もそんなに開かないです。これを一緒に発音すると プラ プラ プラの時点で舌はもうクッて上げとく。プラプラプラって構えてる時にはすでに舌の両側が上の奥歯に当たってる状態、そして舌先は開放です。舌先はどこにも当てない。プラプラ寝かせない、上にプラプラってなるだけ。今日やる単語は practical。 This method is practicalReproduce. We need to reproduce the information. Procrastinate. I should stop procrastinating my trip to Japan. この3つ。Practical, Reproduce, Procrastinate. 音節が多いと、どこでストレスあるの？どういうふうに子音たちがつながるの？どういうふうな母音になっちゃうの？ってなると思うんですけども、この辺もちゃんとやっていきたいと思います。まず、さっきも言った pr, pr で、practical.実践的な、実質的な。 This method is practical. この方法はとても実用的だ、役に立つ、 useful に近いんじゃないかなと思います。 pra なので a pra ではなくて a えとあの間の a cat もしくは Canada と同じで pra で practi で c と t を思わず kt って言いたくなると思うんですけども、この c は k っていう風に空気を出さないで pra で口の形だけ C にする。 プラ その後すぐに T カーではなくてカー、もう L もむしろそんなに言わなくていい。 practical 一番最初の A にストレスが来て、 I と一番最後の A は必然的に手話、いわゆる曖昧母音になります。 practical プラ、ここはしっかり音出して T カー、もう曖昧母音の口ですよね。 practical This method is practicalReproduce 再現する。 Please reproduce the information だったらもう一回再現してください、もしくは Look at the book and reproduce the information だったらコピーをしてくださいっていうような意味合いにもなります。 Reproducing また作るって意味ですね。 Reproduce でここは Reproduce って言って U にストレスがかかります。なので Reproduce 最初の Eそして O は曖昧母音 Reproduce なので Pro ってわざわざ言わないで、ここは Pro Pro Reproduce Reproduce We need to reproduce the information. そして Procrastinate 延期する、伸ばし伸ばしにする。 Procrastinate これは Procrast ここもさっきの A の音 Aあではなくて a クラス t o n a t e ここの A はストレスではないんですけれども、しっかりと発音して Nate、まあ、いわゆるサブストレスってやつですね。2番目に大きな音 Procrastinate クラ
これは先日の CR の音、cra。ここもまあリラックスして、あんまり気負いせず発音してみてください。Procrastinate. I should stop procrastinating my plan to Japan. もしくは、I should stop procrastinating my plan to go to Japan. I should stop procrastinating my plan to go to Japan. こんな感じで、まあ、8つぐらい打ってやってみるといいんじゃないかなと思います。以上の Practical, Reproduce, Procrastinate. この3つのそして音節が多い場合のどこにストレスがあるか、そのストレス以外はいかに発音しないかを意識してみながら練習してみてください。 I hope this was useful. Thanks so much for watching and I'll see you next time. Bye. CR sound. We'll practice how to say